すでに、去年の年末より人が多い。拍手。去年の、あ、去年、こと、うん、去年だ、そう。去年の31日は、ひどくて、マジで。普段、5、6000人来てくれてるのに、年末なのに2000人ぐらいで、ほんで、近所の、神社で、初詣行ったんだけど、重くそ機嫌の悪いカウントダウンで、絶対に許さないとか言って、年始からブヒって、最悪な雰囲気の中、2020年を迎えたんですけど、いや、今年はもう、今の時点で、まあ、問題はカウントダウンと日の出ですけど、やっぱ一人でも多くの人に、せっかくだからね、新年見てもらいたいなとは思うんですけども、まあ、2021年も大変な年の幕開けになりそうな気がしますが、私は来年、年男ということで、はい。まあ、本日の配信は、まあ、ちょっと早い時間なんですけども、樹海でカウントダウン、富士山で初日の出を見てタコ揚げをする、ね、その後初詣をするということで、もう1月駆け走りますよ。はい。だって、なんかロックダウン来そうで怖いんだもん。その前にやらんと、ロケットスタートの理由は、なんか2、3月ぐらい怪しそうじゃん。ちょっと。なんか小池さんが怒ってるじゃん。都民の皆様には、不要不急の外出は控えていただいて、お家で待機していただいて、みたいな。コロナウイルスを甘く見ないでくださいって言ってるけど、俺、あれ見てカチンと来たんだけど、東京都民怒っていいよ。一番てめえら政治家が舐めた結果こうなったんだろうっていう。なあ!2月の時の旧正月でも中国人バカ入れしやがって。あのさ、政治家にね、コロナウイルスね、甘く見ないでくださいとか言われる筋合いないからね。てめえらの判断がのろまった結果も大いにあって今があるんだから、よう国民にそんなこと言えるなと思って。いや、都民は怒った方がいいよ、あれは。甘く見ないで。いや、みんな甘く見てるわけじゃねえよ。気にするとき気にして気をつけてやってんだから、ねえ、皆様ご協力いただいてありがとうございますぐらい年のせいに言えよ。なあ、甘く見ないでくださいってそんな逆なでするようなこと言えやってよ。この年のせいに。ねえ、今年はいろいろと、ねえ、ご迷惑おかけしました。ご協力ありがとうございましたと。年末年始もご協力いただきたいですって言ってありがとうございましたぐらいで締めくくれよ。とのトップならば。なんか言い方が勘に触るな。ほんとにな。な、こんな年の瀬にな。ただでさえコロナの1300人ニュースすげえ嫌なニュースなのに。うん。終わりか、今年も。ありがたいよね。普通さ、年末年始、こう、年変わるとき。やっぱテレビ見たり家族といたりするケース多いと思うけど、まあ今年はコロナで帰省できない人も多いと言われてもね、やっぱこのね、こう年の変わる瞬間をね、ネット生放送で迎えられるってのはやっぱね、新時代だしありがたい話よね。うん、昔は考えられないもん。うん、俺なら絶対放送見てないもん。うん、マジ年末年始ネット生放送でコメント書いて明けましておめでとうとか、マジ寂しいやつだよね。何にもやることねえんだろうなっていう。普通さ、年末年始とかさ、友達とか会ったり家族と会ったりなんかすんじゃん。年末年始ネットのコメントってさ、マジ寂しいやつだよな。やること何にもねえのかよみたいなさ、ね。よくよく考えたらさ、いつからそういう年越しの仕方してんのみたいな。子供の頃とか一切そういうのなかったじゃん。みかん食ったり、ストーブで温まったり、鍋食ったり、どうのこうの友達会ったりとかさ、親戚会ったり、ねえ、初詣行ったり、もう今頃初詣並びに行くわけですよ。そう。いつからこんな家でね、ちっちゃいスマホに、ね、老眼鏡をかけて、こうやったりながら、こうやってだからさ、米見て、早えな流れんの、早えなとか言いながら、で、それか、それか、こう、えとか言いながら、ねえ、去年の、倍います人。コロナ禍もありますが、去年より成長しました。年越しを迎えるメンバーが去年の倍います。いや、奇跡。ノリラジとしては奇跡。ねえ、去年から考えたら奇跡。ちゃんと集まりましたね、今年は。もうねえ、いいっすね。あと何分？うわ、あと10分じゃん！ 2020 年終わる！俺ねえ、まあ、いろんな国でハッピーニューイヤー、年の明け方、文化、いろいろあると思うけど、俺日本が一番いいと思うね。
個性あると思う。海外のハッピーニューイヤーなんか似たり寄ったりじゃん。なんか日本のハッピーニューイヤーってね、すごい世界の中でもね特殊だと思うんだよね。あのゴーンっていう寺、だから世界でわーってあるじゃん、こうパーティーとか、なんか結構似てんだよ。こう粛々と迎えるというかね、明けましておめでとうございますって、これよ、うん、いいよ、この大晦日。そうか、病院で過ごしてる人とか自宅療養してる人もいるもんね。村野さんや今次ゲスト村野さんやティーンパパや検査結果を待ってるやすし、やすし陽性、陽性さん、やすし陽性さん、まあやっぱりか、熱出てたしな。来年は治るよ、何年後かにコロナで年明けたわっていう笑い話になるといいね。みんな見てるか、キャス主見てるか、配信してるか見てるか、今画面の向こうでコロナで療養してるリスナーたちも見てるか、手挙げなくてもいいけどバレるから、見てるか。その気持ち俺も7月に味わったんだよ。あの時よくも俺を笑ったな、ねえ、ババアとさ顔合わせて歯磨きした俺を笑っただろう。なあ、辛いよな。でも今の俺を見ろ、今こうしてお前に煽り返してる。ってことはお前も来年笑える日が来るんだよ。生きてれば丸儲け。大丈夫だから、今はしっかりと療養して元気になってまた戻ってこい。俺は一歩先に来年に行ってるぜ。でループしてまた俺もなったら笑えるよな。いや笑えんわ、死ぬわ、うん、よかった。俺去年なんかクソしてさ年明け迎えたもん。確かね、去年最悪だったもん、マジ便器で年明けを迎えたからね、ギリギリでうんこしたくなっちゃってさ、クソみたいな年だったぜ。二度と来るな2020年は、うん、運気最悪のクソみたいな年だったわマジで。本当に日本中が二度と来るな2020年だけは。なあ、一番そこで会ってくれ。そう、来年からは上がってってほしいわ、本当に。それを祈るしかない、一番のそこであることを。あと2分、ツイッターだったら、放送前だったらやんべってつぶやくときだね。あと1分、来るぞ、もうすぐドゥドゥドゥが来るよ、カウントダウンだ。2021年は、2021年もみんなにとっていい年でありますように。今年もいろいろありましたが、みんなが幸せで生きていけますように、少しでもハッピーな一年になりますように、日本が明るくいけますように、世界に羽ばたく日本になりますように、いい年でありますように。神様頼む、いい一年にしてくれ。今年もありがとうございました。ガッシャー、来たー2021年、イエー、迎えました。明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー、年男牛年です。いやー、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。まあ持ちの方とかもいらっしゃるかと思いますけども、今年は昨年よりさらに地に足つけて、このツイキャスではですね、おすすめ欄が個性豊かな配信者で溢れるように祈りつつ、自分自身も一生懸命楽しんで配信を頑張っていきたいと思います。一年の初めこのように話させてもらってますけども、いろいろ喜怒哀楽紆余曲折あるかと思いますけれども、まあ石川の力にですね、飽きず怒らず、放送の方を、リスナーの皆様には、支えていただきたいなと思います。僕が好き勝手やれるのもみんなのお力添え支えがあるからでございますので、2021年も引き続きよろしくお願い申し上げます。石川のりきです。よろしくお願いします。